ーを募集しております。いろいろと条件がありますので、お問い合わせください。だけどスマイルは前やってたんですよね、この間来た時は。はい、そうですね。行きますね。2回行きます。はい、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、同じバングラデシュのゲストを連れてきました。まあ今日とちょうどですね、先ほど話出たんですけど、みんなの会社が大体3月とか2月決算だから、決算の時期で社長たち忙しい。彼も忙しい。それでも同じ国の人ですから、もう無理やり、昨日電話で今日連れてきました。まあ今日ですね、ゲストとしては、はい、どうぞ。名前と会社の名前言ってください。はじめまして。アハメド・シュヘルと申します。浜松市で、会社として株式会社ジョバインターナショナルの代表としてやってます。よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、今日は物は持ってくれなかった。ここの中に入らないから中古の車の商売やってます。その中古の車の商売やってますから、まあもちろん今日の宣伝もありますから、社長一人でもじゃなくて、まあね、もちろんそういう場所もありますし、静岡の JU とか AU とかのそういう全てのオークションにかかって、名古屋とか全国のオークションもやってますので、やっぱり車って言えばジョバインターナショナルの方で買うと普通のとこよりものすごく安くなります。皆さん今日配った名刺を持っててください。なんか車の件でどんなトラブルあっても、例えば中古の車に捨てたいとか、まあね、下取りするとやっぱりジョバインターナショナルそれは助けてくれますので、まあ宣伝叶えてですね、やっぱりジョバさんをね、同じ国の出身としてやっぱ自分もちょっとね、あんまり鼻高く言えないけど、まあ自分のね自慢として連れてきたそういう社長もいますということで、バングラデシュのですから、やっぱりその浜松近辺として福類とか福類の方で、まあ一番ね車とかやってますので、その今車買うとかいろんな会社から車買ってオークションで流したり、バングラ送ったり他の国に送ったりとか、だから逆に日本のそのジョバインターナショナルとしては、中古車としてはものすごい役割をしてます。日本としてはそういうものも売りたいですよね、中古の車が。そうですね、まあ販売もしてますし買い取りもしてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。そういう車が売れないとなかなか日本のね、まあ私たち変な意味で言うと小さい声でゴミも捨てなきゃいけないし、ね、中古の車としてそれを分でも助かってます。そういうジョバさんを今日連れてきました。まあ一応ですね、社長としてやっぱり代表取締役社長なので、社長はやっぱり日本はいつ頃来ました？平成としては。ですね、平成13年に日本に参りました。まあそれで、まあ最初1年間ぐらい日本語は勉強しましたね。仙台で勉強しました。仙台ですね、宮城県の仙台で、そこ仙台から東京はどのぐらいですか？東京約2年ぐらい、就職会社に、それも輸出の会社に勤めました。輸出の会社に2年間勤めて、その後は静岡県の浜松市に引っ越し。はい、私たち静岡です。浜松も静岡です。静岡は静岡ですね。焼津も静岡です。焼津 TV ですけどやっぱり静岡ですね。静岡の誇りとして焼津 TV はやってます。ですからやっぱり全世界としてその中でやっぱりどうですか、やっぱりそういう東京に2年間と仙台の1年間、あと今はずっと静岡、どうですかやっぱり暮らしは。ですね、まあ初めの頃はですね、仙台いた時はですね、なんとかの冬の時来まして、ね、はい、とても寒かったんですよ。もうまあ宮城県、まあ、東北の方はですね、もっと寒いじゃないですか静岡より。毎日雪降ったりとか。ああ雪ねと、まあれで無料で見ちゃったね。私たちお金払っていくもんで静岡で大変でした。まあ、東京は友達もいっぱいいてすごく楽しかったし、まあ、それで静岡県に行くしてから、まあ、奥さんと子供もいて、まあ、その時より別のとこ住みたいということになったんですね。そうですね、商売としてはまあ繁盛はしましたね、静岡来て。だから静岡来て一番良かったのは、自分でまたねそういう企業を始めたっていうことですね。そうですね。そこでまあ仕事はね誰でもできるんですけど、やっぱり仕事させること、自分で企業をあれしないとなかなか世の中ですね、やっぱり私たち今外国人としてイメージとして来たら働くだけの気持ちはあるんですけど、その中で何人かがね自分で自立したい、自分でそういう立てたいということだったんですよね。そうですね、それもあって、あと優秀することで、まあ、最初から君がありまして、それによってですね今、まあ、自分のやりたいことやってるんじゃないかなと思ってます。自分がそう静岡に来てからやりがいということができたね。そうですね、それが一番ですよね。人生の中で自分で狙ったことはやれる人はなかなか少ないですよね。その中で自分でやりたいことはやってるっていうことは幸せじゃないですか。まあそれ、そうですね。そうですね。じゃあ子供何人ですか？子供は2人ですね。2人ですね。まあ2人っていうとはやっぱり男2人ですか？2人とも男ですね。男ですね。上の方は。上の方はですね、今中学1年生で。中学1年。下の方は小学2年生ですね。小学2年じゃあまあ問題はないね。だから今車のためはどっかに出かけるとか企業で回るときは全然問題なく子どもたち自分で家帰ってくれるし。そうですね。それ心配はないですね。小さい子だったらいるからね。そう、奥さんにもやっぱりそういうそのぐらいは協力をしてもらってるんですよね。そうですね。奥さんバングラ人ですよね。同じバングラ人ですね。だから同じバングラ人としては。どうですか、やっぱ日本語としては今子どもの、ね、教育の部分としては問題ありますか？まあ最初の頃はあったんですけど、今奥さんも日本に来て結構長い時間し、はい、16年超えてるから、はいね、まあ普通に日本語を喋ったりとか生活できてる。子どもたちの場合はやっぱりそういうベンガル語とか日本語では問題はならない。子供たちはですね、主としては日本語が好きでますね。うちでも日本語で。日本語で。うちで喋るときは子供たちと日本語で喋る。まあたまにはですね、日本語で、出てくるんですけど、普通はベンガル語で喋ってますな。自分の国の文化としてベンガル語なんですよ。バングラデシュだとね。バングラデシュの言葉はベンガル語だけど、やっぱりそういう子供たちにもベンガルのそういう文化、さっき言ったようにね、静岡の文化はまあ小さな文化だけど、その中でも自分の文化を守りつつ、やっぱりベンガル語で喋らなきゃいけない、子供たちにベンガル語を教えなきゃいけないから、そうですね、少し喋りながらやってます。まあ、たまに僕も帰ると、まあ、お父さんとお母さんもいるから、まあ、ちょっとでも喋らないとみんな、言葉が通じないから。そのためはやっぱりそういう少しうちではそういう家庭ではベンガル語の練習みたいな感覚ね。まあ答えなくてもやっぱり分かるようにね、自分で喋んなくてもそういうベンガル語を使ってますね。そうですね。だから一応じゃあ企業として、まあ、私たちのテーマとして企業とともにやっぱり企業としては質問したいのは、はい、今の会社は赤字ですか黒字ですか？まあ今はですね黒字ですね。黒字ですね。いいことですよね、うん、黒字っていうことは。やっぱり従業員何人ですか？まあ本物として1人やってますけど、たまにパートとかバイトも使ってますね。パートとバイト使ってます。どうですか、パートとバイトとして日本人使いますよね。まあもちろん使い方としてはどうですか？やっぱり外国人としてね。あ、それはですね、使い方としては1日使うけど、だから使いこなせますか仕事として。例えば外国人の社長のところ行くとか。嫌な日本人もいますよね、そういうとこは。いますよ、それ 100% ですよ。います。その中で、例えばそういう人を当たったことありますか、例えばバイトで使うときは。まあ、基本的にはですね、正社員とか、普通、まあ、一般そういう人じゃないから、バイトとしては1日日程分として払ってますので、まあ、今までは問題はなかったんですね。文句はない。文句はない。騙されたことはあるね。まあそれはですね、まあそれはまた違う話だけど、まあそれは逆に言うとね、やられた場合何回もあったんですよ。まあそれは外国人だけではなく、それはやっぱり日本人としてもね、そういういろんなとこで悪い人は悪いことをするから、そこでね僕らは外国人として特別扱いはしないけど、まあハマったこと何度もあって。まあそれのまあ今のねいろんな事件を見るとやっぱり日本人としてもかわいそうな部分も出てきますし、だからその辺でねやっぱり企業としてね、例えば外国人としてはここに来てそういう会社をやったときは普通のどっかに例えば問題とか心配とかありますか？例えばここで特別扱いしている外国人だからそういうものは。まあそれはまあ特になかったんですけれども、まあそのうち自分も分からないことも結構ありまして、はい、あと説明した部分も、はい、まあ、最初の頃は、まあ、あんまり足りなかったんですよ。ね、じゃあ日本語の部分は足りなかった、ね、日本語の部分より会社としてはやったこともないし、はい、初めて。ああ、会社としては、企業として初めてだから、やっぱりそういう企業の方とかはあんまり分からなかったね。そうですね。営業とか、はい、まあ、そうですね、まあ会社にかかるいろんなこと、あ、最初の頃結構、まあ、心配部分もあったんですけど、徐々に、まあ、2、3年で。そういうクリアできたですね。はい。まあすごいですね。2、3年でね、やっぱり会社の方とかも分かって、自分の営業をかける方法とか、だからやっぱり中古の車だから、もうライバルはたくさんですよ。外国人が主なんですよ。やっぱり福類とかね、浜松行くと、そこで見るのはね、みんなが、たくさん外国人いる。同じ、例えばバングラデシュの国の人たちとか、パキスタン人とか、ネパール、スリランカ、そういう国の人が、まあ、みんな、中古っていうか、やっぱり外国行かないと日本人は使わないんですよね。使い捨ての車とかは海外に売ってからやっぱりそこでね利益が取るし、やっぱりそういう目的が違うんですよね。自分らがやっぱり日本人が10年とか5年とか乗った車はどうしてもその後乗りたくない。そういう車捨てるとやっぱりもったいない。本当は日本の車としてはね、すごい、日本自体がやっぱりそういうブランドなんですよね。海外の東南アジアとしては。東南アジアとかアフリカのいろんな国々とか、まあ、南米もね、日本の中古車は大人気ですね。大人気ですね。やっぱりまあ主なとしては自分の国バングラデシュはですね、まあ、8割9割ぐらい日本の中古車が走ってますね。日本に出したきっかけって何なんですか？そうですね、日本のきっかけは来られたですね、まあ、自分、まあ、仲間の友達先に来て、まあ、日本のいいとことか、お金取りに来ました。はっきり言うとねはっきり言うと学生として来て、まあ、日本で次は住むという目的なんですよね。そうですね。半分国として考えると、私たちの国ではその頃、まあ17年前ですから、仕事まだまだですね、やっぱりそういうたくさんはないですよ。でも今景気はバングラデシュの方がいいんじゃないですか？いいですね、景気はいいです。今何年はですね、例えば5年10年でバングラデシュもよく発展してるし、職場も増えました。日本の企業もたくさん来たのは大体20年前ですね。17年とか18年。それでですね、その時はそんなになかったんですよ。大学卒業した時ちょっと困ってるとこ、まあ、同じ職場が5個ぐらいあって、そこには20か30人ぐらいそれが取りたいんですよね。それライバルがいっぱいあって、そのうちからまあ何人か会計出てもまあ問題はないんですよね働く人間が困ってないから、溢れてるから、まあそれで自分も会計の興味があって、じゃあ行ってみよう、まあ、行ってみて来て、ここまで来て、まあ、今バングラデシュも発展してるけど戻りたくはないですね。子供たちがこう日本の学校で勉強してるから、そう一番その中で私たちとして言えるのは平和のことですね。まあそれも慣れてることもあるし、だからバングラ治安は悪くないけど、やっぱりそこで慣れちゃったもんで帰りたくないですね。そうですね。子供たち、特に子供たちはですね、日本のこういう文化を学んで、こういう生活もしてバングラデシュに帰るとなかなか難しいですね。合わなくなりますね。やっぱりだからバングラもですね、やっぱり日本より3分の1なんですよ、面積が北海道ぐらい。だけど人口的に1億6000万人。多いです。日本よりはるか多い。人口密度がすごい高いですから、やっぱり今帰ると子どもたちが逆になんだこれはどこ来たってなっちゃうんですよね。だからその辺心配もあるんですよね。だからもう一つね、やっぱり私から言わなきゃいけないと思うんだけど、やっぱりそこまで日本のこと好きだもんで、自分もね帰化をしたんですよね。日本のパスポートに変えて、奥さんと子供も今日本人扱いですよね。4人もやっぱりそういう、だから自分でもやっぱり家を建ててね、浜松の方ですよね。そうですね、浜松で。そうだから商売はそのぐらい儲かってることですね。やっぱり日本人はそこまで儲かってることだから、先ほどもらったコインももらいましたね。儲かってるから僕らはもうもらいました。まあそういうたまにはね来てくれるとね、たまにコインも飲めますしね。今度来る時は浜松うなぎがなんか持ってくればいいですよね、お土産としては。ぜひ一応ですね、まあ宮津さんとしてはですね、すごく長い付き合いなんで、まあとても仲もいいし、まあ、ニエスさんが声かけたら私、まあ、来ないとまずいと思ってますよ。いろんなところもまあ、一緒に食事するためでもどこかで会ってますよね。何も用事なくてもじゃあいいよどこかで食事しようって、ね、そこまで仲いいですね。うちらもねやっぱり何にもねさっき言わなかったんですよ、打ち合わせもない、本当のことはそのまんまで話しましょうっていうことで。来て本当はどっかでコーヒー飲もうと思ったら向こう見たのはラバースカフェってあって閉まってたんですよ。コーヒー飲むとこないからやっぱり青木さんのとこでじゃあ冷たいコーヒーでも飲みましょうって感じでまあそういうことですね。やっぱりだからねやっぱ日本で慣れちゃうとなかなか帰らないんですよね、外国人。そうですね、まあ、どうしても帰れない時はまた違う話だけど、まあ、自分は今まあっていうかまあ心配することはないし、会社も黒字だし儲かってるし、ですからやっぱりそういう形としてはだから儲かるとしては例えば自分からそういう、まあ、見る人たちとしてはどういうことをやればやっぱり儲かりますかね。そういう中古車でも結構ね黒字、私も車のやってたんですけど、赤字出しててもうやめちゃったんですよ途中で。なかなかまあ一番、まあ、悪いとこもあるのは同じものじゃなくていろんなことやっちゃうもんでそれはいけなかった。まあ一番はですね輸出のとこはですね前はもっと簡単に儲かったとかそういう場合もあったんですけど、今はまあいろんな業者が増えてきて、まあ、その中に一箇所じゃなくて輸出するとこが国が増やしてほしいんですよ。国がね、国を増やす。例えば自分バングラデシュ人だからバングラデシュだけで輸出するとかそれじゃなくて、それだけでやると何にも話にならないんですよ。国は選ぶ、国は増やす。そうですね、やることは輸出する国が増やすんですよね。今バングラデシュだけですか、輸出してる国が。違いますね。バングラとアフリカも出してるし、南米の方としてはペルとかチリとかそういうところも出してます。インドはあんまり行かないですね。インドですね、スズキとかホンダの工場があるんですよ。向こうで作ってるから、あとドイツの何か所も工場があって、なかなか中古車はインドには入らにくい。関税がすごい高い。関税が高いから。インドで作ってるだから、それ中古車が逆に言うといらないですね。入れてくれないですよね。入れてくれないし、中古車入ると向こうの新車が売れなくなるんですよ。前ロシアもそうだったんですけど、ロシア日本のマーケットとしてすごく良かったんですよ。それでですね、ロシアではトヨタの工場ができてからあんまり入らないですね。関税も高くしたんですよね。まあわざとそれは関税高くするってことは入れないような状況、入れないようにしてるんですよ。新車が売るため、まあ目標として向こうで作ってる車が売ってほしいですね。すごいね。やり取りいつも言語は英語でやるんですか。そうですね。大体英語ですね。まあ仲間同じ国。例えばですね、バングラデシュの人も例えば南米でこういう仕事をやってる人がいるんですよ。まあ同じ国だったら言葉が一緒だけど、現地の人に話するときはほとんど英語ですから。まあということは南米の例えばチリとしたらチリにもバングラのバイヤーがいるっていうことですね。いますね。そういう形でやっぱり自分の国の人がいて、それがやっぱり強みですよね。売るとして。そうですね。理解がすぐできてるんじゃないですか。同じだから今度ね焼津 TV のためにもね焼津車って形で焼津 TV 車という形で中古車1個ぐらい入れればね駅から迎えに行けるしね。そういうこともねありえますよね。さっき見たらお客さん迎えに来た車もあったしね、そういう形でもね。だから一番ね、だからどこでもね車の社長だから車は入れたいんですよ、売りたいんですよね。誰かが車が必要になったらぜひね、自分の仕事がどこにも、さっきあれいただいたなんかマスクの方ですね。外苑マスクね、さっきの外苑マスク。バングラデシュで売ればいいじゃないですか。そうですね。外苑マスク初めて。外苑マスクはないけど普通のマスク。結構売れてますね。だけどうちもあれですよ、B.N. なんですけど、やっぱりそういう今薬飲んでますよ。だからこれ薬いらないっていうことを聞いた時はね、すごいなと思ったんですよね。だからこういう小さなね、焼津 TV は見た目は小さいけど、まあすごい発信としてはすごいなんですよね。だから私たちもそういう企業の社長とかも同じように、だから今までね、やっぱりそういうバングラ人としてではなく、社長としては困ったる面としては何かありますか。困ってる面としては、会社としては。どこにないですね。今は現状はないですね。まあ初めから先話したように、初めの頃いろんな困ったことあったんですけど。だから今として例えば外国人としてもね、同じように銀行のローンでも、ね、自分が、ね、そういうあれ選択をしたらどんなことでもやっぱり可能になってきたんですよね。前みたくやっぱり外国人だからローン出さないとか、そういう、ね、資金いらない時は困っている時は問題起きるとか、そういうことはないですよね。そうですね。手伝ってくれるし、そうですね。今はまあ自分も帰化されたから、そういう外国人だから見る目が違ってくるんですね。そうですね。輸入とかはされてますね。今まではしたことないですね。輸入だけですね。輸入はとしてやっぱり車持ってくるとか、他の国からものすごい大変なんですよね。まあ大変はないけど、ただ車以外あんまりやってない。だから儲かってますね。だから儲かってます。私みたいにあれこれやると、まあ車のことだけで結構忙しいですね。まあ他のことをやるとか、まあそういう時間もないですね。まあ社長自身でやっぱり車、どっかのね下取りの声が来たら値段出してすぐ取りに行ったりとかしますので、やっぱり静岡から富士まで行くんですよ。向こうもまた名古屋とか愛知までも行ったり、自分で車運んでオークションの会場まで送ったり、たくさんなるときはさっき言ったようにバイトを使って。それはまた届ける。そうですね。そういう形ですよね。はい、だから結構やっぱり忙しいことは忙しいですよ。今日もまあさっき言ったようにまあ誰に呼ぼうかってまあ一応前は話してはいたんですよ。いつか焼津 TV に企業として、ともにとしては出ていただきたいということで、本当は焼津の社長に一人に声かけたんですけど、社長ちょうどあれねやっぱり決算でずっと忙しいもんで1週間延ばしてくださいっていう形だったもんで。じゃあやっぱりジョバさんお願いできないかってああいいですよっていう形で、まあやっぱりね日本語でもやっぱり問題はないですよね。まあないですね。ないですね。やっぱり普通のね生活としてもそのぐらいはないとねなかなか大変ですよね。やっぱり日本語わかんないとね、でも車買いに行くとして営業としても問題になるし、後からねいろんな面で出てくるんですよね。そういう問題としてはじゃあ。会社としても OK し、自分の生活としても OK ですよね。そうですね。問題は全然ないから、だから私たちもこれからやっぱりそういう車として売るとしても、だから儲かりたいとしたら自分の選ぶ道としては輸出する国は増やす、仲間は増やす、そういう感じですよね。たまには焼津 TV に出てくる。それで自分のね宣伝もする、そういう形になりますよね。まあですね、今日は25分。そうですね、もう次のゲストとしてはですね、スマイル TV ですね。スマイル TV としては来ますので、スマイル TV のですね、ゲストとして来るのはですね、福ママの村松さんね。今日はですね、私たちは次、まあ、出なきゃいけないので申し訳ないです。ありがとうございます。今日は、清張ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。